はい、皆さんこんにちは。ここは高崎市にあるコルソ高崎です。トーストサンドメニューはハムピリ辛、ハムチーズトースト、どちらも220円。麺類自販機、メニューは天ぷらそば、天ぷらうどん、ともに320円。お知らせ、新しいうどん、こんな感じのお知らせもあります。はい、始まりました。このおじさんね、いつも登場しますよ。今日はね、天ぷらうどんかな。お金はね、ゆっくり入れますよ。レトロなんでね、ゆっくりゆっくり。なんかね、レトロなおじさんとね、なんか似合いますね。指先故障ね。早いですよ、すぐできちゃいますからね。おじさん読んでますか？字が読めるんですかね、おじさんね。そろそろ出てくるかな。出てきました。こんな感じですよってね、見せたいんですけどね、傾けるとね、こぼれちゃうんで。ほら、こんな感じ。ほとんど見えてません。はい、これ斬新なアングルですよね。よもやこんな感じのカメラワークにするとは、誰が思ったでしょうか。よくかき混ぜましょうね。だろうね。よーくかき混ぜないとね。2回ぐらいかな。湯切りがね、してあるんですけど、どうしてもね。いただきます。美味しいね。じゃあしばらくね、黙って見守りましょうか。再び登場しましたよ。おじさんなんか、なんだかね、呼吸を整えながらね、休み休みいただいてますよ。なんか大変そうですけどね。
んか食べてるとこ見ると美味しそうに見えるね。まあ皆さんはね、レトロ自販機の天ぷらうどん、まあ味見した時あるんでしょうかね。かなりね、美味しいと思いますよ。まあ値段がね、まあ300円前後。まあここの場合はね、320円ですけど、まあ十分ね、まあ、価格とのね、バランスは取れていると思いますよ。まあボリュームの方もね、まあ、十分です。かき揚げもね、はい、サクッと、美味しく揚がっていました。高崎はね、北関東地方にあるんですけど、まあ、なんていうかな、だし汁、まあ、濃いめにね、まあ、感じられるかもしれませんね。もう何回くらいいただいてるかな。もうね、自販機食堂さん、まあ、オレンジ3号さん、ビッグチェイス富岡さんとかね、もういろんなとこ行ってますからね。皆さんどうですか、コルソ高崎、あ、来てみたいと思いますか。もうか自宅からね、かなり近いんでね、まあいつでも来れるんですけど、まあ、いつもね、素通りしたりなんかしちゃうだけなんだけど。まあ、休みだからね、時間がかかりますね。止まってるよね。とっても美味しいんですよ。それではね、皆さん。最後までね、ご視聴くださいまして、ありがとうございます。あ、そんな感じでね、もう、ナレーションの方がいいかな。まだね、どうしようかな、これ。まあ、一旦切りますね。はい、また登場です。あ、例のごとくね、まあ、必要に救い取る男。こんな感じで、最後の最後まで、最後の一かけらまで救います。なんか金魚すくいみたいだね。おだろ。さすがにね、まあ、スープの方はね、まあ、濃いので、まあ、飲まない方がね、まあ、いいかな、みたいな感じ。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。